さてでは、これからこういう図を、準備いたしました。言語について、逐語的に、説明するのは非常に無理です。私の、残りの人生、今69歳ですので、残り人生、おおむね、頭が使えるのが75歳ぐらいまでとしてですね、多分語り尽くすのは無理であるという結論に至りまして、要所をかいつまんで面白いお話をしようと、こういう図についてお話しいたします。で、言語の図が一図に上らずから始まっている、博士の図から始まっていることは申し上げました。で、この経緯傍体図、これ縦と横です。ここ分岐していくのが縦です。縦の流れ、経通と言います。通じてるから経通です。で、この横のこういう同心円で結ばれること、これを横というんです。これは地球の経線、緯線から発想されたものだと思います。で、縦横が、棒は裂けるですから、2つに分かれる、裂ける、ディバイドされるということですね。ディバイダーってありますよね。これバイナリーですから、必ず2つですから、全体としてはバイナリーツリーですね。で、これどこまでも広がるんです。波のように広がりますよということを、バウエン先生は、言語手引き草という、書学入門用の書学入門書ですね、これに書いています。で、これは下書きしか残ってなくて、実際清書されたはずなんですけど、内容が非常に素晴らしいので、多分失われたんでしょうね。それで、こういうところで、2とあるのが、2とありますね、2つありますよと。2というのは、この1の外にあるでしょう、これが大事なんです。2というのは、数えることのできる次元を2と言います。だから全部2です。で、この中は数えられません。1は数えずして足ると書いています。だから、これは数えられない。1は数えずして足る。で、大きさが一緒なんです。だから無限の性質によく似ていますね。無限はいくら分割しても無限の大きさを持っていますから、無限の性質によく似ています。で、これ二重線に意味があるんですね。これは二はすなわち万物の位というふうに、多賀牧渓君、これ多賀牧教というのが普通なんですけども、仏教と書いてるんですけど、私は仏慶と読んでおります。どちらでも良いです。で、多賀仏慶君に答うる書では、二はすなわち万物の位、一はすなわちすべざるところなきの位と書いてます。統合の位だから、下から見ればこれが統合の位、ここから見ればこれが統合の位、このさらに先から見ればこれが統合の位で、全部が統合の位ですね、1は。で、この1だけを取り出すとですね、数えることのできない世界が出てくる。これが存在というものです。語るべからざるものが現れている。それで、この経緯傍体図については、自然科学との統合がこの図においておそらく可能であろうと私は思っておりまして、その図が、ここにありますね。ちょっとお待ちくださいね。出します。これ経緯傍体図ですね。今出た図ですけど、ちょっと一つ出しましょう。この図、これは私は作った図です。東西統合図と。これはでも大事なことなんです。どうしてかというと、1というのは数えずして足る、また数うべからざる数である。これ私は存在数と呼んでいます。存在を支持する数、そんな数があるはずがないと言われるでしょうけど、それは数列上にないだけなんです。
数列上に0をあることにしたというのがそもそも数学の勘違いですね。そういうとも全自然科学を否定することになってしまうんです。0がないと計算はできません。それで2の0乗が1です。これがとっても大事なことなんです。2の0乗は1である。すると2の0乗、2の0乗、2の0乗、2の0乗となりますね。とこれ、ここは2の1乗なんですね。2ですから。でこのシステム、つまり、乗理とよく言われます。バイエンの思想、乗理学であると、バイエン存命当時からそう言われておりました。しかしながら乗理は2語ではありません。乗と理、相反する語の組み合わせです。南北と一緒です。相反する2語の組み合わせで、上巻離積の省略形です。それが上理です。上巻というのは、この上は元木の枝なりと、多賀牧慶君に答える書に書いております。上は元木の枝なり、木の枝みたいでしょう。ただし2つです。まあ、三つまとめみたいなのは3つですけど、これは2つです。理はその筋なりというのは、この中のことなんですよ。この内部の構造のことを理と言ったんです。それでこの上というのは外部の構造です。一の外にある構造ですね。でこれはエクスターナルシステム、外部構造です。でこの理積の理は内部構造です。インターナルシステムです。この理積を扱うのが数学なんですよ。で2の0乗イコール1というのは、これは数学では扱えませんよということです。西洋の哲学史においてこのことに気づいて、非常に頑なに自然科学に反発した人がいます。エドモント・フッサール、現象学の階層でありまして、最後にヨーロッパ諸学の危機と超越論的現象学と大変難しいタイトルの本を書いて、その中で生活世界の学、あるいはレーベンスベルト、ライフワールドですから生世界の学、生命世界の学、それをいう学説を唱えたんです。でこれがまあ後にハイデガーやフッサールやメルロポンティに受け継がれて、まあ、現象学という名前になったんですけど、現象学に関してはフッサールを超える人は出ていません。ハイデガーもサルトルもメルロポンティも、まあ、ガデン飲水したんです。自分に都合がいいところを取り出したんです。まあ、その中で一番まともだったのがメルロポンティですね。まあ、あまり読んでいるわけではないんですけど、おおむね見当はつきます。ただ惜しいことに早く亡くなりました。それでこの1、この1は言語の図の始めでは1図に上らずと書いていて、言明不能であると言われてるんですけども、書かれてるんですけども、この1が全部移っていくんです。だから全てのものは言明不能性を持つ、言明不能な全体性を持つということです。これがアーサー・ケストラーが言ったホロンです。ケストラーは実はここを取ったんです。でシェファーはストロークを取ったんです。これ両方ともハザール人ですよ。この辺から私落合ワンワールド史観、ウバイドワンワールド史観の信奉者ですので、その中に自分もバイエも位置づけていますので、よく、まあ、考察してみてください。ストローク、ホロン、そしてホロンとストロークを分けたんですよ。で日本では唯物弁証法という解釈で凍結されました。ところが本家のソビエトではですね、百科事典でおそらくこういう図を紹介している、探そうとしたんですけど見つからないんですよ。もうソビエトのものは粉書工事でなくなったのかもしれません。しかし出版したのはモスクワあたりですからね。例えばちょっとこの図を出しますとね、まあ、日本では唯物弁証法ということで固定されたんです、解釈が。で、まあ、この辺で出版されたんです、モスクワでね。
それで、この辺の人読んでるんですよね。読んでる知識が伝わっているんで、そういう人たちの代表格がヘンリー・M・シェファー、否定論理石、何度回路の、まあ、何度回路を考えたわけじゃないんだけども、あらゆる思考の根源にある思考論理として、シェファーのストロークというのを考えた。それからアーサー・ケストラ・ホルンを考えた。ところがもう一人いるんですよ。アルベルト・アインシュタインという人がいます。おそらく間違いない。彼もハザールです。相対性理論を考えた。ところが西と東分かれてたんですよね。これを相対性で考えようと。当然そう考えますよ、こちらの人たちは。そういうふうに解釈する。西と東を相対性で考えようという前にロシア革命が起きるんですよ。相対性理論が1905年ですから、それを読んだ人たちは、ハザールの人たちは、ハザール人、おそらくハザール人、仮にそれが間違ってるとしても、ハザールの人たちね、ここにあった、この辺にあったハザール王国の末裔たちは、アインシュタインは我々と同類のハザール人だと思ったはずなんですよ。で、相対性理論を作ったと。で、どうして我々がこんなに、まあ、農民奴隷、農奴とかね、ボルガの船引きとか建築労働者とか、こういうふうに虐げられなきゃいけないんだと、相対性じゃないかというふうにおそらくは考えたでしょうね。こんな地位にいるのはおかしいと。で、それをちょっともじった人がいるんですね。カール・マルクスという人がいました。階級闘争だと。そう、まあ、暴力でひっくり返しちゃえと言ったんですよ。で、これはね、ある意味正しいんです。なんで、暴力で国を滅ぼされて、暴力で奴隷にされた人たちに対して、万国の労働者よ、団結せよと言ったんです。で、そんな人たちが世界中にいたから、世界中に広まったんですよ。で、これはまあ時代の流れとしてやむを得ないです。人間以外に労働力がない。人間以外の労働力といったら牛馬しかない。牛馬を使うより人間使った方が安上がりだったという時代が、まあ1000年、2000、多分 4、5000 年続いたんですよ、古代エジプト以来。だからもうそろそろそういう人たちが立ち上がる時期っていうのが、まあ、19世紀の終わりから、まあ、20世紀、その前はフランス革命がありましたからね、1789年のフランス革命あたりから。労働者が立ち上がる時代が来た。どういうことかというと、労働者が力を持ってきたんですよ。そしてまた貴族たちの中に労働者に対して市民啓蒙活動をする先進的な皇帝とかがいたんですよ。で、だからそういう時代だったんですね。もうそろそろ時代が変わると。それで、ちょっと話が飛びましたけど、これはマニチャリズム、300年から500年の流れで、ここで止まってますけど、実はこの時にですね、まあ、これ書いた人は気がついてるんです。日本から行ってるんですよ。これが空海、最澄、仁門。仁門はこちらから実は来たんですね、この辺からね。で、待ってたんです。どうしてかというと、まあ、空海、最澄についてお調べください。仁門はまた実在したかどうかわからない人物だとか書かれてますけど、とにかくないことにするのが大好きな人たちがいっぱいいますので、仁門がおりました。15代応神天皇の後裔であります。応神天皇の、まあ、おそらく子供なんですよ。で、陳波仙の王子なりと書いてますけど、陳波仙の流れを組んでいる。陳波仙の何代目かの女の子が応神天皇の子を産んでるんですよ。そうして、まあ、密命を受けて、この六号満山を開いた。陳波仙はおそらく、まあ、この辺から来た。空海はこっちに行って、唐に行って、最澄はどうか違うところに行きましたね。空海は西安に行ったんですけど、最澄は違うところに行ったんだけど、まだお調べくださいませ。それで、何をもたらしたか、これは真言密教と天台密教なんですよ。この密教の中にマニ教が入ってるんです。で、そういうと、そんなバカなというふうに言われる方おられるでしょうけど、じゃあこのなんで唐代の中国に行ったのかと。遣唐使、遣隋使の後、遣唐使盛んに行ったでしょ。で、盛んに行ったって、行っただけで帰りの船に中国の人、当時の信濃の人乗せてきてますよ。たくさん乗せてきてるんですよ。
何回も往復してね、で聖徳太子の東大寺七大寺を作ったし、それからここの仁門菩薩 の、 あの六号満山のお寺ができたんです。その資金どこが出したんですかと、それは宇佐神宮が出したんです。どうしてかというと、大宇佐軍師論、小野誠一、この人はあの神戸小野氏ですね。で神戸の人っていうのはね、仕事みたいなの分かるんですよ。まあ、名前出すと悪いけど、もう売れっ子だったので、司馬太郎さんみたいに本から本を書く人じゃないんです。小野誠一さんの本は足で書いてるんです。これは渋沢栄一の徳川慶喜公もそうです。本は足で書くものです。取材をしないといけないです。でその大宇佐軍師論を読むと、空海が入湯の前に宇佐神宮に寄ってるんですよ。そう書いてあるんです。これはそれはまあ本当かどうかわからんじゃないかという人は、宇佐神宮に行って御神託集、御選託集というのかな、ものすごいボリュームの本があります。まあ、それをまあお買い求めになってお調べください。載っています。最澄も宇佐神宮に寄ってから品、多分どっかこの辺なんですね。最澄で調べたらすぐ出てきます。伝教大師、それで品から帰ってくる時にまた寄ってるんですよ、宇佐神宮に。なぜだと思います？実は留学費用とね、まあ旅銀って言いますかね、路銀というか、旅行費用と留学費用を借りたんですよ。で落合先生によりますと、この宇佐のね金は応神天皇が持ってきてんだよと、ここ凪の時にこう来たんですね。応神天皇と一緒に金が来てる、金の方が大事だったって言ってました、ちょっと笑いましたけどね。まあそうですね、金の方が大事です。金は永遠にありますからね。天皇は身代わりします。金が沈んだのは大事でしたからね。来たんですよ。でここに宇佐神宮に置いた。で宇佐の、まあ、由来についてはまたお調べくださいませ。皇室と大変縁の深い、神社であります。それは宇佐津彦、宇佐津姫が神武天皇統制の時に温かく迎えたから、これが足一つ上がりの宮跡という小さい小屋があったんですね。そこでどうぞお疲れ様でございましたと、お食事を振る舞ったと、ということに大変皇室はもうずっと感謝しておりまして、宇佐神宮を厚遇していますね。もう縁が切れないですね。大変な神社です。大変な財力を持っている。でその旅行費を借りて塔に行って勉強して帰ってくるんです。で帰ってきてまた寄ってるんですね。なんで寄ったかというと、お寺の建築費用ですよ。今日あるお寺と全く同じかどうかは知れませんけど、とにかく日本各地から留学生を集めるわけですよ。大学と一緒です。大学を作ったんですよ。そのお金を借りた。最澄も同じです。お金を借りたんです。そしてそのお金を留学費用、つまり日本国内からの修行僧がお金を置いていきますね。その修行僧は各地のお寺がお金を寄進とかね、そういう形で集めるわけですよ。そうしてお寺を建てて、まあだんだんね立派にしていったんでしょう。で、国東半島は修験場として神仏集合の場として作られたんです。これはもうこれは大体700年ぐらいですね。この時に今日の日本の姿ができたんです。だから山本紫平さんは日本教って日本教と言ったんですけど、落合寛治先生は聖徳太子教と、これどちらでもいいんです。どちらでも同じことなんです。ネーミングは別に山本紫平さんも別に日本教に対してなんかまあ、商標登録じゃないけど登録とかしてないと思いますから、日本教でいいです。独自の宗教で、これを日本全国に広めたのが聖徳太子であったと。だからまあ国分寺、国分二寺とか神社の数と同じだけ寺があるとかね、ほぼ五分五分の数あるんですよ。だからまあコンビニみたいに旅をしていて疲れたなと思ったら神社かお寺かどっちかあるんです。で昔は歩いてましたから、歩くか走るか、
そしたらそれを言うのを何百年とか、まあ、千年とか続けていると、神社もお寺もありがたいですよね。それで神仏習合ができて、それの出発点がこの国先だったんです。で、この国先で、まあ、こう来てですね、私個人的にはものすごく縁があってですね、このワンワールド文明派というのはここまで行って、まあ、ずっとここからサザン朝ペルシャからここまでこう来てですね、ここでコリン・ウィルソンというアウトサイダーという本を書いた人がいてですね、でこの人の本を読んだら人生変わったんですよ。アウトサイドにもうなんか蹴落とされてしまってですね、インサイドに入れなくなっちゃったんです。インサイドに入ったら、まあ普通の人ですね、普通のサラリーマンになっていたと。で、アウトサイドに行っちゃったんです。で、インサイドに戻してくれないんですよ。どうしても三浦バイの研究から離れられない。で、アウトサイダーという本はちょっとこう出しますとね、これ今 USB とか出てるけど、コリン・ウィルソンでこう検索しますとね、わーっとこう出てくるんですよ。私の人生をもう、まあ、本当にもうこの人のおかげで狂いました。それでいいんです。凡庸な社会人になったってしょうがないです。で、イングランドのレスターで、この人がやっぱワンワールド文明派を受けていた。どうしてそれが分かるかというと、神道と同じような自然観を持っている。これがそのスコットランドなんですよね。で、この人スコットランドのね、バーナード・ショーをものすごく尊敬してたんですよ。これは敬教ですね。後で説明します。バーナード・ショーですね。この人もですね、人と超人とか面白い本を書いてあまり読んでないんですけど、スコットランド貴族の末裔なんですよ。ちょっとね、ウバイド人なんです。で、この人もね、大変面白い人で、アイルランドでしょ。で、コリン・ウィルソン、女性向けのなんとかなんたらかんたらあったですね。で、このコリン・ウィルソンはこのアウトサイダーを本当に、アウトサイダーじゃない、バーナード・ショーを尊敬していてですね、でもう、プレイバック自民党で、ちょっと待ちくださいね、ないな、まあいいや、コリン・ウィルソンという人がいて、そして私は、その影響をここで受けたんです、19歳の時。二十歳だったかもしれない。大体その頃にね。それで、ちょうどその頃また、その三浦梅園と妙な縁があってですね、読み出したんですよ。最初訳が分からなくて。それからもう50年近く経つんですけど、おおむね50年経ちましたね。それで大方、正体が分かってきたんです。やっぱ50年かかりますね。そして、まあ、この辺途中、この辺りから、モーツァルトとか出てくるんですね。マテキとかを書いてます。ザラストロというのが出てきて、これはゾロアスターのことですからね。だからザラストロの第2幕で大事なのは、ゾロアスターが勝つわけですよ。ザラストロが勝って、ザラストロは神と言わないんですよ。神々という、神々のいる神殿にの祭司がザラストロだから、ここでね、キリスト教の価値観をひっくり返してるんですよ。で、モーツァルトはドン・ジョバンニとかね、フィガロの結婚とかが書いてますけど、当時のその貴族の諸夜剣とかね、そういうものに対して反発して市民社会の到来を告げたのがフィガロの結婚ですね。フィガロの結婚の序曲を聞くと、もう市民社会の到来だと思いますね。ドン・ジョバンニを聞くと、まあ、その貴族の、まあ、当時の貴族のすごいですね。で、フィガロの結婚の忘れましたけど、フィガロの奥さんになる人ですね、結婚するんだから。その人が、その国の、王様が諸夜剣を行使するという そんなバカなというね。それがモーツァルトの
それを面白おかしく書いたのがモーツァルトで、それだけの才能があったんですね。その後ニーチェというのがザラトゥストラ書く語りきりで、ザラトゥストラがゾロアスターであることを知らない人いっぱいいるんですよ。ザラストラがゾロアスターであることを知らない人もいっぱいいるんですよ。でここで人と超人というのを書いた人いるんです。それがバーナード・ショーと、でそのバーナード・ショーの影響を受けた人がコリン・ウィルソンで、本がわーっと読みやすかったですからね。15歳からの独学なんです。で私も実は15歳からの独学なんですよ。学校はまあそれなりの工業系の学校に行ったんですけど、その後はまあ鍼灸師になったんで、それでまあ鍼灸師で35年間やってるんですけどね。だから基本はエンジニアなんですよ。だから文化系とは全く縁がないです。だから文系の世界も旗から見ていてよく知ってます。実にまあ、はっきり言うとくだらないですね。でまあこれがそのマニキュアの流れなんですけども、これに対してですね、ここは何があるんだろう、これ敬意傍体図ですね。それでこの中から一つこれはポッと見て分かる人はあまりいないんです。これ実はキリスト教の教えなんですよ。ヒューマンパーソンとディバインパーソンとね、神性と人性を持つキリストの姿、二聖説キリスト教と言います。で三位一体説の方がヨーロッパには広まってですね、政治勢力的、宗教勢力的に三位一体説の方が強くなったんだけど、教義的にはこちらの方がおそらく当たってるんですよ。だからまあこの二聖説キリスト教を追い出したいから無理やり聖霊持ってきて三位一体説を作って、まあいじめたんですね。はっきり言うといじめちゃったんですよ。それでこれが唐の時代に、行くわけですね。ちょっといろんなものが出ますよ。並べてますからね、いろんなものが出ます。唐の時代に行ってですね、いろんなものが出ますけど、じゃあこのブラウザをちょっと出して、これ USB、 あ、これ出しましょう。これね、でネストリウス派キリスト教ですね。古代キリスト教の教義の一つと。でこれ唐に行った時にはね、漢字には音写するカタカナみたいなのがないんですよ。だからまあ意訳するしかないんです。だから太陽の光のように輝かしい崇高の教えだというので、景色の景、景というのは太陽の光のことですので、太陽の光のように輝かしい教えだと、崇高の教えだというので敬教とつけたんです。敬教というとこれキリスト教と思う人はほぼいないんです。だからこれキリスト教なんですよ。これが栄えたのが東大だったんです。二聖説でしょ。二聖説というのは陰陽に、液の陰陽論とものすごく相性がいいんですよ。でこの時ねマニキュアが広まったんです。でマニキュアといっても教義のマニキュアではなくて、これは落合先生がよくおっしゃいますけども、教義のマニキュアではないと、もういろんなものが混ぜこぜになっている。でそれがまたマニキュアの特徴なんです。混ぜこぜにしちゃうのが、混ぜこぜにしてしまいます。で混ぜこぜにしてるけど、この2つ3つに絶対しない、1つにもしない、そこは絶対変わらないんです。でまあ敬教とはということは、ネストリウス派キリスト教というんでこれが出てくるんですね。で中国、東洋への伝播、中国における敬教と、この辺を調べてみると分かります。でこれ金剛峯寺にこれあるんですよ。金剛峯寺にあるんです。でこれがマニなんですよね。マニといっても仏に見えるでしょう、区別がつかなくなるんです。でこんなふうに溶け込んでいくんですよ。敬教といっても、まあ、二聖説キリスト教といってももうキリスト教とは思えないような姿に、まあ、土地に馴染んでいくんですよね。どんなものでもそうです。これと敬教流行って書いてますね。中国比まあ、流行ですか、布教したということですね。でこれが高野山にもおそらくあるはずです。記憶、そういうふうに記憶しています。
で、日本人とネストリアンとかね、いろんなものがありますので、研究してみてください。面白いです。こういうのがたくさん出てくるんですね、ユダヤ教ね。これはカザールの、あるいはハザールの、まあ、国旗のマークですね。で、ちょっとこれ外します。落としましょうか。で、この時代に空海、最澄が訪れている、入湯しているんですね。そしてそこからこの教えを日本に持ってきている。だから基本的には仏教ではなくて、釈迦仏教ではなくて、マニ教ですよと落合先生がおっしゃるのはおそらく間違いない。で、その中にはこの二聖説キリスト教も入っている、ゾロアスター教も入っているんですよね。で、そういうふうにいろんな宗教を取り込みながら発展していった、まあ砂にまいた水みたいに染み込んでいく宗教ですね。だから今日に、まあ、超宗教とも言われてますけど、ちょうど日本の神道のようなあり方をしているです。個別の宗教は何でもいいし、まあ、創価学会の僧は鳥をくぐれないそうですけどね、気の毒ですね。そんなことしちゃいけませんね。それでこれを落としますと、こうしてここでもなくなるんで、次にですね、まあ、そういうことを前提としてここに来ましたよと。今その二聖説キリスト教のお話しましたでしょ。これは双子寺にある弥勒の像で、彫りとかカビの生え方からして新しいんです。で、もっと古いものもあるんですけど、公開されてないですね。双子寺に行けばありますよ。道祖権現っていうのかな、道祖神の、双子の道祖神が最初なんです。これとこれが実はルーツが一緒ということです。ルーツが同じなんですよ。それはこういうことなんです。こういうふうに広まったのが日本にも来てますよと。そのうちの一つがここに来ていると。それで三浦梅園のこういう二つの教えになってるわけですよね。で、このことはですね、もう長いこと苦しんでですね、長いこと苦しんで、どうして双子の里で二つに分けるおし、あの宗教教えができたのかというのは、もう生涯解けないと思ってたんですけど、まあ、和歌山で落合先生にお会いしまして、お話をいたしまして、そしたら「あ、それはマニキュアだ」と。え？と思ったですね。わからないです。初めてマニキュアというのを聞いたんです。違和感、言葉の違和感は今でもあります。だから講義のマニキュアですから、これはまあこういうものを二聖説キリスト教も中に入っているし、当然ながら釈迦の教え、中道の教え、ナーガルジュナが論理化しましたね。龍樹が論理化した、その中論が天台宗の教義の柱の一つですから、釈迦の教えもそこに入っている。ただ大乗仏教としての出発点としての中論は龍樹から始まるみたいですね。で、そういう中でこう不思議とここに来るんですよね。三浦梅園旧宅で、これ人間の頭に似てるでしょう。1200年、源頼朝、この人は皇族、皇統のお一人、血を引いてるんですよね。で、その源頼朝が亡くなった、そして喪が明けた1200年、1199年に亡くなりますので、1200年にこの丸尾という土地に流れ着いたんです。流れ着いたというより、どうぞこちらにおいでくださいと囁いて導いた人がいるんですよ。で、その三浦を名乗っていた法道、法行、法然、法道、法の道、法行、法に行くですね、法然、
法に念ずる。この兄弟3人が丸尾野という土地に来た。で、丸尾野という土地を見るとですね、武蔵野市丸尾野、ここで出しましょうかね。あ、グノーシス主義出ましたけど、バゲもグノーシス主義の一人です。で、国崎丸尾の、でも、あったったった、丸尾の字ってありますね。丸尾の住所で探しましょう。と、この辺になりますね。地図を見ると、出てきますね、丸尾の。すると、ここに住んでくださいよと、導いた人がいるんです。これはもう当然、江東筋の誰か。ここに住んでくれた。で、ここに住んで丸尾を名乗ってたんです。丸尾は五代後聖天皇の後裔であると。で、仁門は15代応神天皇の、まあ、多分息子なんですよ。で、そのことは双子さん縁起に書かれています。ここね、双子さん縁起。双子さん縁起出しましょうか。双子さん、さん、え、ん。で、ここで出てくるんですよ。双子三縁起。早稲田大学にありますよ。この滝沢馬琴が書いているんです。で、ずーっとあって、ずーっとあって、こういう、まあ、ぜひとも双子さん訪れてくださいませ。お参りに行ってください。で、ここですね。両所大権現、この両所っていうのが大事なんです。これが三浦梅園の条理の出発点です。その出発点はもう左三丁ペルシャにあったということですね。これがワンワールドの東の流れですね。これで私お参りしてまいりましたと、お掃除させていただいてですね、わずかながらのお賽銭も置いてまいりました。そしてここに、双子さん縁起がありますよと。滝沢馬琴が書いてんですよ。で、滝沢馬琴の筆名が高かったので、当時の住職が「馬琴さん、ぜひとも双子さんの縁起を書いてくれ」と。で、詳しいことを、まあ、おそらく書簡ですよね、手紙で、送ったか、あるいは馬琴が国崎に、お参りに来たかもしれないですよね。あるいは住職が馬琴のいるところに行ったかもしれないです。それはまあ行き来は盛んにやってますからね。それで両所大権現についていろいろ書いていると。で、応神天皇の後裔だというのはね、これが、ね、我が朝にては、ここが日本にてはですね、応神天皇八幡大菩薩の権化たりとか書いてあるんです。陳氏の公孫と書いてます。本人が言って、それがずっと双子さんの住職に、まあ、ずっと伝承、口伝で伝承されていたんです。それをこんなふうに書いた。ここにあるんですよね、ここに。で、丸尾に住んでくださいと。で、それで、それがどういうわけかね、これはここですね、ちょうどここに来るんですよ。人の頭に似た、国東半島のね、ちょうど、まあ、目の位置とかからすると、ここに来るんです、丸尾のが、三浦家が。だからもう、これはパワースポットですよ、とんでもないパワースポットで、ここで東洋と西洋両方見るんですよ。まさにそういう思想を作ったんですよ。で、東洋のと西洋のがね、ここでくっつくんですよ、連絡してる。これはまあ、おそらく古代エジプト一団の末裔で、こういうことよく知っている人ですよね。ミイラを作ってた人の末裔なんです。それは日本にも西洋にも行っていますのでね。
まあ、知らない人が多いんですけど、ベサリウスっていう人が15世紀にターヘル・アナトミアかな、いやその前に本を書いたんですよね、解剖学書をね。ちょっと出してみましょうか。こういうことは学校ではもう教えてくれませんからね。ベサリウス、あ、これで出るかな。ベサリウスね、ベサリウス、アンドレイ・ベサリウス、この人。で、このベサリウスが15世紀ぐらいですね、ファブリカですか、人体解剖で最も影響力のある本、ブリュッセル、ブリュッセル、ベルギーですね。なんかいわく因縁がありますね、ベルギーはね、ずっとファブリカ、人体の構造。これはもう解剖学を専門に研究している人が今でも使えますと、教科書として。それぐらい精度が高い。で、先ほどの図はこれから撮ったんですけどね。それでこの人がじゃあこの本を書いた時にこれだけの技術を持ってたかというとね、出版された時に始まったと誤解する人が多いんですけど、その前1000年ぐらいは、1000年以上、おそらくまあ1000年から1500年、この人は家業として解剖してたんですよ。で、死体は当時いくらでもありましたからね。動物の死体もあるわ、人間の死体もあるし、もうそんなものはもう今みたいに病院もないしですね。だからまあちょっと拾ってきてですね、ちょっとあるいはまあもらってきてですよ。死体の始末って大変ですからね。で、こういう人たちはその貴族のお付きなんですよね。貴族のお付きで、貴族とか王族が生きている間はお医者さん、これはエジプトと一緒です。生きている間はお医者さんです。で、死んだら解剖するんですよ。で、古代エジプトのように終末再生思想がないですからね。だから主だった臓器を取り出してですよ、脳とか心臓とか、まあ、肝臓とかね、いわゆる臓です。臓と腑があって、胃とか腸は多分取らないです。臓と腑のうちの臓、心臓、肝臓、腎臓、膵臓とかね、その塊になっている臓を取り出して防腐処理した紙に収めるんです。これは昔の話ではありません。今でもそれは続いています。心臓は絶対に残します。今のヨーロッパの王室、まあ、日本のお墓と一緒ですよ。お墓、向こうは土葬、日本は火葬ですけれども、このベサリウス一族はその臓器をね、防腐処理して壺に直して、誰々の心臓とか誰々の肝臓とかで、少なくとも心臓だけは残すと。で、今でもです。家業なんです。で、1000年ぐらいおそらくやってて、そして出版技術が発達してきて、これ多分おそらく木版なんですよ。木版か石版かですけどね、石版かもしれませんね。石版はきれいにできます。 いわゆるエッチングですね。エッチングというのはどういうことかというと、印刷でありましたよね、オフセットの前の印刷ですね。グラビア印刷の大元が石版です。で、この人が解剖学書を表して、まあこれがまあたくさん刷られて、そのうちターヘル・アナトミアというのが日本に来たんですよね、解体新書。で、こうやって見ると解体新書ってあるでしょ、 これ書いたベサリウスです。で、それをまあ日本できれいに写し取ったんでしょうね。で、その後は日本でも解剖が行われるようになって、本も出されるようになりました。これがまあ前の良卓とか、あの時代で、こういう絵というのは本を描いた人が絵を描いてるからこんなになっちゃうんです。これはもう本物の写実ができる、写真のような絵を描ける本職の画家です。こういう人が、まあ、描いたんですね。で、これまあこうやって見るとこう漢字書いてますからね。こうやってこう出しましょうか。漢字書いてるから、これは日本で刷られたもんだと。
まあ、相当精細ですね。こういうところから、まあ、古代エジプト医師団が西と東に分かれて、西に行った方の人の末裔のベサリウスの仕事がここにまで来て、解体新書になったということです。で、東の方に行った人たちはどうなったかというとね、どうなったかと、鍼治療をね、始めたんですよ。これは非常に巧みででしてね、まあ、いっぱいこう本出ても、まあ中国のにしましょうか。で、こう中国の鍼治療、こんな風にこう出しますとですね、中国の鍼治療、中国の鍼治療の、じゃあ古代中国のにしましょうかね。古代、あれ？古代中国の鍼治療と出てきますね。こんな風に、これみんな針なんですよ。信じられないでしょう。こんな、これみんなあれで、写真だけ欲しいですね。これ針です。針ってこれメスですね。こんなもの麻酔なしで刺してたんでしょうか。いや、麻酔使ってたんですよ。これが我々が通常使う針で、剛針というのは毛のように細い針ですけど、今こんな針使ったらギャーって悲鳴上げるでしょうね。こんな針刺してたんです。これがまあ江戸時代ぐらいまでの針、まあ、明治になってからもこんな針使ってたでしょうね。外科の道具として使えますからね。切った貼ったの世界です。で、こういう針があって、残ってますね、こんなにね。これがね、針なんです。で、どういうことかというとね、この時代は、ちょっと消しましょう。この時代、皇帝大慶、もしくは皇帝大教という、まあ、こういう経絡説を作った偉いイエローエンペラー、皇帝という人がいてですね、これは皇帝、大教ですからね、ちょっと上で、ちょっとこう、こっち出しましょうか。こっちから出したらいいですね。皇帝大教、皇帝内経とも言ってるけど、まあ大教ですね。皇帝大教、いつのものかというと、これは皇帝ですから、三皇五帝の一人ですのでね、全漢代に編纂されたと。で、とんでもないですね、この時代にもうこんな医学書としてはすごいですよ。それで一度、まあ一部しか作られてないわけですよ。印刷技術はなかった。ただ紙が発明されたんですよ。で、墨というね、紙と墨、当時のハイテクなんですよ。ハイテクの記録媒体ができたんで、こうやって記録残したんですね。で、762年、これが今成立年代とかは、まあ今の学者あれも嘘だこれも嘘だとか言うのが大好きなんでね、私あんまり好きじゃないんですけど、あるものをしてないというのが好きな人たちの集まりだから、もうあんまりもう人と話す気もしないです。で、大体この辺1500年代から始まるのではなくて、さらに古いです。で、発想の基本は皇帝大教、だから皇帝イエローエンペラーですから、こうして、こうするといいですね。で、皇帝、この頭についてるのを簡便っていうんですよね。神話伝説上で、もう何もかも神話に従うんですよね。自分たちの存在も神話じゃないかと思いますね。皇帝、紀元前2510年から紀元前2448年、大方これぐらいです。これぐらいの時から伝承されてるんですよ。で、出版された時から始まったと考えるのはアホです。口伝ですよ。口伝が1000年2000年ってあるんですよ、伝承が。それを無視するんですよ、記録がないからって。バカじゃないですかね。バカなんですよ。
そうとしか言えないでしょ。出版技術ができてからいきなり考えられるもんじゃないですよ。だから皇帝の時代にあった、この時にこの皇帝の医学はウバイド医学です。皇帝はウバイド、ウバイドというのはものの考え方に特徴があるんです。これ何かネットワークで考える、ハイパーリンクで考える ですから今のコンピューターととっても相性がいいんです。コンピューターと相性がいいんだから、皇帝大教をハイパーリンクでコンピューターに載せたらいいんですよ。経絡説をあれハイパーリンクで全部が全部につながってるから。ところが皇帝大教を読んでる人でパソコン使える人とかハイパーリンクでつなげられる人がいないんですよ。私できますけども、その時間ないです。私も言語だけで手一杯ですから。だからホームページを作れるような人はこの皇帝大教のことがわからないんですよ。皇帝大教がわかる人でも、あれがハイパーリンクで作られているということがわかる人はほぼいないんです。だからそこがつながるとものすごいことになるんですけどね。現代学を包んだすごい体系ができちゃうんです。で、まあ、この頃は解剖もしてましたけどね。まあ囚人、死刑囚を縛り付けて出血多量で死んだでしょうね。解剖してたんです。そういうのを活体解剖って言うんですよ。最初はぶん殴って気絶させて解剖してたんですけど、それじゃ本当のことがわからんから生きたまま、すると生きたままだとものすごく苦しむからですね。苦しんでるうちに普通の状態じゃないからやめようということになって、解剖を根拠に置くことをやめたんですよ。それでまあ脈診、腹診、肺診、舌診とかね、膀診とかいう、視診というそのままを見るという見方を確立したのがこの本。すごい人です。でこういう人いなかったというんですね。まあ、浅はかとしか言いようがない。で古代エジプトの、まあ、切った発端の世界ですね。その医術をこのウバイド医学の中に取り込んでしまったのがこの神灸で、当然薬についても古代エジプトの王様たちについていた医師団は詳しかったので、それが漢方薬になった。でなんでそういうふうに考えないといけないのかというとですね、実はアイスマンというのがね発見されたんですよ。アイスマンで、アイスマンにねどういうわけか壺があったんです。でアイスマンはですね、これ今から5300年前だったか紀元前、アイスマンはですね、どこだったかな、アイスマンはこう壺に入れ墨入れて印つけてんですよ。で昔お灸していた人はお灸がこの印になったんですよね。けどまあお灸なかったんでしょうね。だからちょっとこれ全て見られますね。アイスマン、アイスマン、アイスマンで、ウィキペディアで見るといつでしょうね、約5300年前、紀元前3300年頃にもう壺の知識があったんですよ。この人の体にその壺があるから、でこういうところで押してたんです。これで押す、ヘルニアがあったそうですね。それで紀元前3300年となると、もうこの時にこの壺の知識が古代エジプトから西に伝わったのが伝わっていたと。でこういうもので押してたんですよね。ここで東に伝わって皇帝大教になってるんです。そういうことなんですよ。ルーツは古代エジプトとか、あるいはまあシュメールとかメソポタミアとか、あの辺では共有されていたでしょう。伝承とかこんな形で残ってるんです。あ、ごめんなさい、マイクに当たっちゃったんです。でこういうことは学校で教えてくれ、いい壺取ってますね。私よく使いますよこれ。あら、ここいい壺取ってますね。なかなか手だれですな。私これ頭痛の治療によく使うんです、ここ。面白いですね。だからまあ5000年やで1万年経って人間変わりはしませんよ。面白いですね。これ壺だということを発見した人はもうひっくり返すのにそっと押しそうになったそうですよ。
びっくりして、もう世界がひっくり返るんじゃないかというぐらいびっくりしたそうです。あ、びっくりしたでしょうね。いい壺取ってますね。大したもんです。で、今細い針でもね、皮切っただけで効くうちの嘘です。効きはしません。少し効きますけどね、少しです。自律神経の調整にはいいですね。で、こういう形でも古代エジプトとかあの辺の中東の医学が江戸時代に来たと。その前ヨーロッパで出版されて、その前1000年2000年は伝承されていたと。それが中国にも行って、皇帝がまとめて、それがずっと伝承された後本になって、それで出版されて今日に伝わって、我々も今使っているし、これが未来の医学の片方の足になるんですよ。今そういう時に来てます。それでね、あ、いいなと思う。この見ちゃいけないし、見ちゃいけないんだそうですよ。それで話がずっと飛びましたけど、また梅園に戻らないといけませんね。梅園に戻るとですね、もううまい度というとですね、もう梅園とうまい度っていうかな、これでもいいですけどね、展示図。展示図はね、私のサイトの、こうしたらこうサイト出てきますけどね、展示図、このロジカルモデルオブグローバルエコシステム、Facebook のお友達の梶取峰明さんに英訳していただきました。私は英語できません。クンクンしてる。これ地球の重力圏ですよ。この線ずーっと行くとね、こんな線あるでしょ。この線ですよ。地球の重力を知ってたんですよ。そんなバカなと思うかもしれないけど、この線ですよ。この線をここに書いてんです。で、ここね、静止衛星が飛ぶ軌道みたいでしょ。運動極限まで抽象化したんですよ。ニュートンはこれとこれを結んだんですよ。数理的に一位化したから、ここからロケット飛ばせるんですよ。で、こことここの接合点に関してバイエンは何て言ってるかというとね、字もなお天のごとしかな。天実でしょ。こことここ、こうやってるふにゃっとこう曲がるんです。こんなふうにカチンとくっついてるわけじゃないんですよ。字もなお天のごとしだから。それは紐に重りをつけて振り回したりしたら分かりますよね。そんなことは当然やってますよ。で、ここが何かというと、こういう天体の回転運動なんだけど、こんなふうに書いていないんです。運動を相反する運動、相反する運動を極限まで抽象化したんですよね。だから、これは静止衛星の軌道に、オービタルプラス、似ていますね。こういう軌道なんですよね。この線、これいっぱい書いただけですよ。何も変わりはしません。で、このことをとある人に話したら、そんなことバイエンが書いてるのかって。書いてるわけないじゃないですか。じゃあ車はニュートン力学で走ってますけど、ニュートンが車のことを書いてますか。そこまで言われるともう物言う気しなくなるんですよね。もう何も話したくないです。これからこれが地球、ちょっとここが水球ですからね、海なんです。で、これは大体3万6千キロですから、 GPS 衛星のところです。 GPS 衛星がこっちに電波飛ばしたりしませんよ。こっちから飛ばされてこっちに下げるんです。電波のこっち地球に下ろすでしょ。今随分飛んでるんです。ところがこれね、宇宙エレベーターなんですよ。これはもう2050年に1機目ができて、で2100年ぐらいに8機ぐらいできる。で、これ以外に、ロケットはもうおそらくいらなくなるでしょうけど、2100年ぐらいになるとですね、修学旅行で宇宙に行けるんですよ。3代4代先ですけどね。それからこういう深海海底都市ですよね。つまり修学旅行に行くのに宇宙とか深海とかに行けるんですよ。で、地上の旅行はね、別に行かなくていいんですよ。もう例えば
これで見ましょうかね。シニックリラクゼーション、ハワイでもね、アメリカでもどこでも、ポーランドなんていいですね、綺麗でしょ。ポーランドどこでも見られるんですよ。これを 8KVR で見るとね、それはもう実際に行ったかのように、また実際に行ってもここから見るんですからね、ドローンで見るように上からは見られませんね。だからもうこれは天気の良い、本当にいい気候といい天気の時にドローンで360度の 8K 動画で見る方が リアルなんですよ。 VR はリアルを超えるんですよね。ロシアは私好きでしてね、もうこの美しさというのはちょっとこうロシア時代に、ね、撮ってたんですね、大事に。でプーチンさんが綺麗に化粧したんですよ。もう今の日本の神社と一緒ですよ、こういう風景。信じられますか、綺麗でしょう。これがロシアです。でこういうところからソビエトって何だったんだろうなって、まあ考えてるとこですね。でまあシニックリラクゼーションいくらでも見られます。もう宇宙は深海を見られますね、綺麗ですね。からこういう鳥でも見られますね、可愛いですね。もう好きなものを見ることができる、こういう時代になりました。もろん宇宙を見ることもできます。これハッブル宇宙望遠鏡見られるんですよね、これで。こういう時代に来ました。実際宇宙に飛んでいくわけいかないんで、こうやって見るのがいいです。もう自分の好きなものを見ることができる。それで話が飛んでますので、元に戻しますと、戻しますね。展示図、これ非常に未来的な図だということですね。それとこれまた本当かなと我ながらもうこう、これね、ウバイドの車輪なんですよ。車輪作ったのウバイド人なんですよ。これ車輪でしょ。これここはまあ地球書いてないですけどね、これ地殺没部ですから、地球が書いてない、地球は書いてない、地球書いたらこの辺に来るんですけどね、書いてない。で回転してるでしょ。これ車輪なんだけど大元は天球です。天球と重力場、このことね、ウバイドの人たち知ってたんですよ。で天球回ってるでしょ、それなら車輪にしたら回るじゃないかと。これがおそらく発想の原点です。天が回るならそれは同じような形作ったら地上でも回るよっていう、非常にこれが紀元前何世、ウバイド文化は紀元前シュメールの前ですからね、紀元前何世紀になるんでしょうね。これどこからウバイド、この驚いたのがこの陶器なんですよね。千の利休が使ってたんじゃないかというような器が出てきますからね、これ信じられないんですよ。これがウバイド文化、これは落合先生のワンワールド史観でして、ずっと勉強しています。この文化のレベルの高さっていうのはね、恐るべきですね。車発明したのウバイド人です。ホイールなかなかモダンな形してますね。で全て、まあ、ウバイド文化こうやってね、で紀元前6500年ぐらいから紀元前3500年ぐらいまで、これが日本国高等のルーツ。でもう一つはさっき言ったスコットランド王室、スコットランドまで行く流れ、途中まあギリシャとかイタリアとかに寄りますよ。でそのスコットランドとこの要するに当局と政局が文明派でつながったんですよ、まあ、つながろうとしている。でそれが最初はまあその本という形になる、あるいはモーツァルトのようにマテキや、まあ、マテキですね、マテキを書いて、それからまあ、いろんな文学者が
本を書いて、まあ、探るわけですよね。簡単にはわからないですからね。で、こういうことがわかる人っていうのはアウトサイダーにならざるを得ないんですよ。で、コリン・ウィルソンという人は日本人と同じように、まあ、水神様、山神様とかいうのがわかる人だったんで、これも14、15歳の時に分かったそうですね。これは「発端への旅」という自伝の中に書いていましたけど、確か発端への旅です。列車の中で川の流れを見ていたと。その水、川の水を見ていた時に不思議なものを感じたと。自由を感じたと。また神秘を感じたと。しかしこのことを両親に話しても分かってもらえないだろうなと思って黙っていたと。これはコリン・ウィルソンの、原点なんですよね。非常に日本の神道のね、水神様とか山神様とか、いつの間にかそこに神様を見る、神を見る能力があるんです。ある老夫婦が2人でその田畑を耕して暮らしてた。いつの間にかお能神様というのを拝み出したんです。お能神様っていうのが姿があるわけではないです。お能神様っていう、いつの間にか宿ったんですね。これは高校野球でもグラウンドに一礼するとか、柔道でも畳に一礼する、こういうところにずっと伝承されていますね。これはもう日本人からは消えることがありません。これが消えたらもう日本人ではありません。日本人はそこに必ずたどり着くんです。それでまたこっちの、これと、それから今これですね、これを似てるでしょうと、これ天球ですよと、重力場ですよと、物を投げ上げたら落ちる世界と、なんとつながってんですよ。これはあくまでも車輪だとか言わないでくださいね。まあ、そういう人は多分少ないと思います。この動画を見るほどの人はね、そんな人いないと思う。それで梅園がこんな図を、まあ梅園の文についてちょっと語りますとですね、こういう、これが梅園の文なんですよ。そうするとですね、まあ行はちょっと消えますけど、きれいな対でしょう。きれいな対になってるんです。で、これは頭の中で書いてるんですよ。だからこの空白がなくて読んだらわけ分かりません。で、視覚的にこうすると「没処と見時」、没する場所と現れた時、これ現在ということです。こういうのが対になっていると。それから字は陰険を押す、字に陰険ありでもいいですよ。書に没露あり、これがここに両方にかかるんですね。で、没書はとこの文を受けて、でこの文を受けてここに書くんです。こういう記述法は私が発見しました。で、これがわからないと読めるはずがないです。で、ここはまあ故という字がないんだけど、最初、まあ、書き忘れたのかと思ったら違うんですよ。1マス節約したんです。頭にはあるんですよ。これが梅園の記述法ですね。で、また話がまあいろいろ長くなるんですけど、これはまあ湯川秀樹さんの素領域理論です。で、湯川秀樹博士が素領域について考えていた時に非常に感心していた言語の図があるんです。これです。中外方位図。ちょっとこうしましょうか。で、湯川博士の図はどっかこうしましょうか。実はこの図を見ながらこれを考えてたんです。これは晩年の60代過ぎてから素領域理論を考え始めた頃の湯川秀樹博士でありました。で、この中外方位図っていうのは中と外、これ中です。無限小の一点、外で
ここに距離があるんですから、これどこまで小さくしていってもこの中外のこの対は消えませんということです。どんなに大きくしていっても消えません。極限まで大きくしていったら、まあ、地球の一点から見る宇宙の果てみたいなもんです。極限まで小さくしていったら素領域になるんです。そのことを随分考えられたと思いますね。でここでいろんなトラブルが、まあ、世俗的なトラブルがあってですね、まあ、私の師匠の高橋正康先生とこの湯川博士大変仲が良くてですね、不思議と相性があったんです。それで、まあ、隠れ梅園計画と、まあ、私は高橋湯川プロジェクトと呼んでいるんですけども、隠れ梅園計画がスタートしたんですよ。それはその物理のこの量子力学の立場から梅園の用語を一言も使わずに梅園にどこまで迫れるか試してはどうかと。そしたら湯川博士がね、それは面白いと言って、その弟子たちからそういう仕事をする人が出てきたんです。安江邦夫さんとかね、安江邦夫先生とかそうだと思うんですよ。モナドって言ってるのがね、神のモナドって言ってるのがまさにそれなんで、ちょっと神のモナドについてこれからお話しいたします。ちょっと長くなったけど、まあまあそうね、こんな話大学に行ったって聞きやしませんから聞いてください。神のモナドで、これ神のモナドなんです。でこの中心は1、ちょっと縦に線があるけど、まあ1、図に登らずの1ですね。言明不能の1。物理と進化とってこっちがカテゴリー論になりますね。でこっちはまあ説明難しいんで省略いたします。まあ、地震、雷、火事、親父の世界まで論じてるけど、なかなか読むの大変です。でここが地殺没部になります。で地殺だからここですね、天地はすなわち地殺に説くところ、だから天地でしょ、分かりやすく書いてるんですよ。天地はすなわち地殺に説くところ、地殺というのは物質界ということです。天神はすなわち天殺に説くところ、天神はすなわち天殺に説くところ、天殺というのは何かというとカテゴリー論です。アリストテレスの言う資源因説とかね、カテゴリー論を論じるのが天殺です。範疇論ですね、全部カテゴリーがあるわけです。それで天地はすなわち地殺に説くところで、地殺のこれが天なんで、地殺の天って何なんだろうって、これは物質界です。ここはね、物質界の非物質的領域を論じるところ、だからこれ宇宙って空間と時間なんですよ。で天地ってやるのがさっき見た車輪のような図ですね。あれ極小化しても極大化しても天地はなくならないんですよ。で天陽って書いてます。ここまでがニュートンの絶対空間絶対時間の世界ですね。ここはつながりがないんですよね。だから梅園はここはつながってますよと、まだ一次元上の場がありますよと、天陽って書いてるんです。これがアインシュタインの四次元時空連続体の世界です。でこちらはまあ、ニュートンは数学的に一位化したと。それで弾道計算ができてロケットを飛ばせ出したと。それにまあコンピューターが発達してきたと、そういうことを言えますね。で梅園は違うと見たと。昇降運動、回転運動で、これ気ボスというのは、これはまあ一応アインシュタインの加速度重力ってあり書いてますけど、ここは要するに軌道のことなんですよ。放物線であろうが直線投げ上げたものが真下に落ちようが、それはそれぞれの軌道がありますけど、天体の回転の軌道、人工衛星の回転の軌道、全部ひっくるめてこの軌道のことなんです。で軌道というのは見えませんからね、没してるんですよ。これは素粒子の電子の軌道ともはっきりしないらしいですけど、よく知りませんけど、全部気没数なんです。そういう場がありますよと。そういう場で充満してるんですよね。ところがさらに上があるっていうんですよね。これがおそらく量子場です。転居で今量子もつれというのが盛んに言われてて、非常に感動したのが東大 の、 女性の教授川なんとか先生、すごい人がいるもんだと思いましたね。量子エンタングルメントは
人類が手に入れた新しい資源だって言うんですね。でこれ本当に感動したんですけど、要するに地面掘っていくんですよね。 こっちの方が深いんですよ。こっちの方が最初からあるんですけど深いんですよ。ずっと掘っていって、まあ、石炭石油掘り当てて原子力掘り当ててとうとうここに来ちゃったんです。場としてはこっちの方が大きいんですよ。で量子エンタングルメントは人類が手に入れた新しい資源だと。で量子エンタングルメントが起きる場がこちらなんで、素粒子というのはここにあるんです。物理です。ある人がマックス・プランクはどこにおりますかって、いやここなんです、おそらくね。つまりプランクが研究の対象としたのはものなんです。物質、物質の根源は何かというとやっぱり素粒子なんでしょうね。詳しいことは知りませんよ。で量子エンタングルメントというのはバイエンの立場からすると起きないんです。起きないんじゃなくてないんです、もつれてないんです。だから半しかないですからね。一方が表なら一方が裏になる。両方とも見ていないときはどっちかわからない。そういういうことしか起きない場があるということなんです。それがこの場ですね。でその場でそういう振る舞いをする物質がここにあるんです。それで、まあ、地実質と書いてまして、天虚数に対して、まあ、物が結ばっていくんですよね。で物を折る、木現ると。でこのあと、まあ、水火天地とありますけど、ここまで揃っているのは地球です。我々にとっては地球しかありません。で物いて木現るだったらですね、他にあるんですよ。ハッブル宇宙望遠鏡、ここで見えますよね。これは物おりますよ、ここに。あれなんか変なのがある。こういうのね、物はここにいるんですよ。すごいな、すごいなと思うでしょうけど、物おり木現るです。木というのは光とか熱のことなんですよ。美しいというのも木なんですね。形がない。しかし天地はないですよ。どこかまあ植物が生えるような星があるかもしれないけど、そこまで行くわけにもいかないかもしれない、ないかもしれない。それが今は木現れ物おるのと、ここまでしか行ってないのが宇宙空間です。自然環境はここまであるんですよ。で我々は間違えたんですよ。自然科学の凄さに負けたんですよ。まあ一時期ね負けちゃった。これは論理の超越性ということでお話ししますと、結局ここですね。ゼロを指数として持ってるんですよ。ただ全ては1ですから、指数として出てくるのは、つまり、まあ、2の0乗が1ですからね。0を含むいわゆるペアノの公理形ってありますでしょう。ペアノの公理、自然数0が存在する。いや自然数0は存在の型に乗ってるだけなんですよ。でこれを忘れたのが西洋の自然科学であり論理学であり、このペアノの氷にせよ、まあ、ツェルメのフレンケロの氷系、空集合からの数生成を導くにしても存在については語れない。で私存在数という言葉を、まあ、ひねくり出して、あるまあ、常理数では分からないですからね。存在数といったら数学の先生がプイッと横向きましたね。そんなものはないと。それはないかもしれない。数としてはない。数列上にないんですよ。数列上に、数列はこの型に乗るんですよ。あとここ2の1乗2の1乗2乗3乗4乗と、
ここの間だけはね、2ですね。2の1、2、3、4乗ありますから、4個あるから、2の2乗になるのかな。これちょっと、まあ、これでいいですね。数は2の n 乗に従って増えていく。で、どこからでも増えていくんです。で、これは、こういうことをバイエンが考えてたということを知ってる人がほぼいないんですよね、残念なことに。フラクタルなんですよ。こうして、まあ、弦なる一元器で、これは私が、これは確か五郎丸さんが編集した、ペリカン社版言語だったか、私が昔取った、国の重要文化財に指定される前に取ったもんですね。でこうこんなふうに一図に上らずと、この位置が全部じゃなくて、全この位置全部が一図に上らずですよというのが私の解釈です。で誰もこれに賛同してくれません。それでずっと言って、まあ、そのこれがホロンとかケストラとかずっと書いてますけど、経緯膨大でこういうことですね。どこでもいいからクリックするんです。あれ1あれとこう元に戻るでしょ。で中心はじゃあ何回目のクリックが中心に来たんでしょうね。こうやってクリックすると、これが中心ですよ。この中心、ここがね中心になっちゃうんですよ。これがフラクタル構造です。でバイエンはここまで考えてるんですよ。後世の研究者がこれに思いつかないんですよ。これがさっき説明した図ですね。とてつもないところまで考えていた人が200年前にいたんです。200もう何年になるのかな、240年ぐらいになりますね。でその円源はこの中東のウバイド文化にあるということを申し上げました。そしてこんなふうに広まって、で日本からは空海最澄に、それから、まあ、陳波仙の光栄の任門が六号満山開いて、その時に日本の現在の日本ができた日本教、または聖徳太子教と言われる神仏集合の地の日本ができて、これが東西文明を統合する国、東西文明を統合する、まあ、ノウハウというかな、それがこう詰まってる国がここにある、に日本でこう文明派がもうつながっちゃったんですよ。あといろいろありますけど、もう長くなりましたので、オリンピックのね、私のこれ誰かな、ちょっと分かんない、これは公開されているもんですからね。Facebook 私の、いやというよりオリンピックの五輪でいいですね。ここにメッセージがある。オリンピックのドローン。これね、オリンピック。これおそらくね、国旗なんですよ。と私は捉えています。各国の国旗、みんな四角でしょ、国旗って。これ一つになりますよということで、ここから地球になっていく。こういうところにね、メッセージがあるんですよ。で、金城陛下の、新年のご挨拶で、私たち人類はという一言にメッセージがあるんです。もう日本国を超えちゃったんですよ、私たち人類はというのは。バラバラになっていた各国がまとまって、そしてこのようにまとまってね、こうやって地球を作っていくと。これがワンワールド文明、次世代地球文明で、次世代地球文明がどうなるかは内閣府をご覧ください。内閣ソサエティ
ソサエティ 5.0 と入れたらもう YouTube で出ます。で、まあ、YouTube と入れたらいいかな。そしたらこれ出ちゃうでしょ。これがもうすぐそこの未来ですよ。90秒すぐそこの未来。こんな時代がもう大阪万博以降あっという間に広まります。2000ちょっと未来の日本のとある町、2010年ぐらいまでにはもう全世界で、2050年にはもう完全に変わっています。ソサエティ 5.0 の社会です。おはよう。朝ごはん何にしようか。スムージーはいかがですか。いいね。そろそろお出かけの時間です。いや、こうなると都会より田舎の方が暮らしやすいですね。私も、いいですね。あら、そう？遠隔診療。いってらっしゃい。こんな時代が来る。90秒ですから見ましょう。GPS で操作するトラクター。おはようございます。おはよう。はい、これ。ありがとう。会計クラウド。こうなると、青色申告しかなくなる。白色申告はなくなります。ああ、お前も乗るとこ。無人走行バス。スマホを持って立ってるとそこで止まってくれるね。こういう時代がもう10年以内に来るんですからね。ものすごく便利になります。では、長くなりました。これで終わります。